こんばんは。今日はお越しくださってありがとうございます。今日閉館した図書館を使って、まあ、肝試しという形を取った参加型のコンサートに、なってます。で、今日そのコンサートをやるために、昨日今日とワークショップを開いて、昨日は、まあ、音についてとか、まあ、肝試しなんでちょっと怖いとかそういうことについて話したりとか、まあ、音を出したりして実際に今日も練習をして、で下で、私と、もう一人講師で山口っていうのがいて、であと3、ワークショップの受講者が、山口さんと神田さんって2名で4名で、下の図書館でお待ちしております。で、図書館に行ってもらうときに皆さんこういうマップを配られたと思うんですけど、どうやって、回ってもらうかっていうか、まず下に階段で降りてもらうんですけど、階段で降りてもらうとこういうしおりがまずこういうのが渡されるんで、ここに指示が書いてあるんです。どこに行けっていう指示が書いてあるんで、このマップに従って、どこに行けで、そこに行ってもらうとこういう下に図書館のところに番号が書いてあるんで、そこでまあ分かると思うんですけど、近くに行ってもらうとこういう机とか、その本棚の上とか、まあ、そういう場所に近いところに、この本が、この告白という本が置いてあります。で、この告白という本の中にこういう形でしおりが挟まってますんで、これを、各場所で1枚ずつ取っていただいて、全部で6枚、あるんで、それを全て集めていただいて戻ってきてもらう。で、戻ってきてもらうときにはしおりは6枚あるんで、必ずですね、そのしおりを全て、お持ちになって、戻ってきてください。で、ラジオを持って聞いていただくんで、ちょっと気をつけて、で暗いんで気をつけて行ってもらえればと思います。
3人の方、山口さんも、浦君からご紹介とご挨拶させていただきます。はい、まずワークショップに参加してくれたあの山口和郎さん。はい。どこに行きましたか。子供児童書があるところで隠れてました。あ、もう、はい、ちょっとこう遊んでました。何番だ。3番です。で、この人は、いや、俺、ワークショップ、あの講師もう一人、山口慎二郎。はい。どこに行ったか。どこに行ったかはね。どこにいたの。33番。え33番。え、いた。いた。いた。何しかわかんない。あ、本当に。なんかね、お化けみたいな。いや、それお化けだよ、それ。あ、俺はあの入り口のところにいました。僕は。私、はい、が気づいた。あ、そう。俺もいいじゃん。気持ちいい人いるから。見えちゃった、見えちゃった。僕も違った。いや、俺、あ、入り口はなかった。あ、じゃあそういうことで、あのすいません遅くまで残っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。また何かあれば。お化けに会った。本当に。なんかさ、なんか手入ってた。じゃあちょっと一回閉めてからまた話してみよう。はい、すいません。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。